騒ぎ出しじゃねえ。出身は、ノルウェーです。まあ、ノルウェーの首都オスローで。僕が住んでるところは、まあ、結構森とかが多いところなんですが、まあ、ノルウェーもなんか山とか、フィヨードとか、まあ、オローラなどに、などで有名です。と、まあ、大体日本語です。と、まあ、多分高校から日本語に興味があって、まあ、徐々になんか面白くなってきて、さらになんか政治とか、それについてもちょっと勉強してきて、大学に入った時なんか日本語を勉強しようと思いました。政治学を勉強してます。そう、まあ、いろいろ理由がありますが、特に僕にとってなんか特に大事なのは1、信州は日本の真ん中にあるんで、どこでも行ける。日本の山も本当に近いところなんですから、さらに信州、まあ松本はそれほどの大きい町ではないんですから、他の外国でももうあんまり合わなくて、積極的になんか日本語を、まあ、使えるところだと思います。最初は日本にはそれほどの興味がなかったんですが、言語には興味がありました。ドイツ語とかを勉強してしました。高校の時、いや別の言語を勉強したかったな。僕のなんか日本の興味は言語から。科目によっては面白くていっぱい勉強するか、難しくてもいっぱい勉強したという印象があります。印象的なのは、まあ、日本語の授業でした。まあ、新州で勉強し始めてから、本当になんか自分のレベルにふさわしい授業を受けるようになってきて、普通の中で日本人も取っている科目も取りますから、まあ、自分の能力もかなり伸びました。ノルウェー語と英語、ドイツ語と日本語が話せます。活動としては主に陸上競技部に入りました。普通の日本人となんか話す機会もありますし、まあ、僕は好きな運動もできますから、いや本当にいい選択でした。外交官になりたいです。まあ、今は、言語を勉強しています。そして、まあ、これからもかなり政治学についても勉強したいんで、外交官になるのはまあかなり難しいですから、多分それができる前は、まあ、別の経験もなんか必要ですが、まあ、でもそれは夢です。なんか初心者は漢字なんか学びたくないということが、まあ、一般的、僕にとってはなんか本当に逆なんですが、でも漢字は本当に大事です。なんか日本語の能力を伸ばしたいなら、まあ、その簡単な話から伸ばしたいなら漢字は本当に必要です。本当に読めないと困るんでしょ。その両子は2つのタイプがあります。まあ、乗鞍とか、上高地までなんか自転車に乗って、それから、まあ、ちょっと山に登りました。スポーツのリゾートとかにも行きました。それは、例えば、白馬とか、竜王とか、滋賀高原というところです。もう一つは白馬に行った時で、スキーレースをやってた人に参加したくないって行かれて、まあ、なんか参加しますと言いましたので、まあ、クロスカントリースキーレースにも参加しました。最初は、まあ、新幹線です。本当になんかノルウェーの電車はかなり遅いんで、東京京都のなんか同じ間はノルウェーの電車なら6、7時間ぐらいかかります。日本では1時間半ぐらいで、まあ、本当に便利で、まあ、本当にいい電車ですから、スムーズに乗れるんですから、本当にこれは欲しいんですが、ノルウェーのなんか人口はあまりにも少ないですから、多分まあノルウェーには来ないでしょう。次にはたい焼きです。たい焼き、僕はまあそもそも、
なんかあんこが好きです。本当に大好きです。そしてまああんこはバターの中に入れて焼くのも本当に好きです。でまあちょっとなんかノルウェーの甘いものに似てるんですが、あんこじゃなくてジャムを入るんです。まあなんか濡れる、ノルウェーでは濡れる、味が似てる、バターの味が似ていて、まあ、これは大好きです。まあ飛騨山脈です、北アルプス。まあ僕は山とか山登り、登山とかとっても好きです。ノルウェーにも山がありますが、ノルウェーと日本の山は結構違って、でも両方はいいと思いますから、でも両方が存在して、まあ少なくとも良かったです。これもかなりなんか山と関係があります。パウダースノー、そうですね、まあ日本はパウダースノーで有名です。本当に雪の質はとても素晴らしい。雲の上になんかスキーをするみたいな感じがしますから、これも欲しいです。